もやしのさっぱりナムルを作ります。材料は2人分でこちらです。まず油揚げを短冊切りにしていきます。次にきゅうりを千切りにしていきます。もやしはラップをして600ワットで3分加熱します。短冊切りにした油揚げを焼き目がつくまで炒めます。調味料を混ぜ合わせていきます。おろしにんにく、砂糖、醤油、ごま油を入れてよく混ぜ合わせます。よく混ぜ合わせたら、すべての材料をボウルに入れていきます。調味料を全体に絡ませるためによく混ぜます。あとはお皿に盛り付けて、もやしのさっぱりナムルの完成です。